皆さんこんにちは。ゆきチャンネルへようこそ。ありがとうございます。今回のゆきチャンネルは朗読をさせていただこうと思います。この5本なんですけれども、ボッチャの大きなリンゴの木、作そして絵は滝川英治さんという方です。この方は、大学時代にスカウトをされて、役者さんになりました。ミュージカルに出たり、テレビのドラマに出たりと、目覚ましい活躍をなさったんですけれども、お仕事中に、自転車の事故に遭われて、この首から上と、手がちょっとお使いになれるのかな、あとは、ほとんどこう、半身不随というか、動かなくなられてしまいました。自分にとっての大きな目標、そういうものが全部失われたその先に、でも自分が根性に生きている証を何とか残したいということで、絵を描き始めました。そしてその絵とその絵にまつわるお話、それが彼の中で一つ作品となって、こういう5本ができたと伺っております。自分が根性に生きて自分はここにいるんだという、彼の強い思いを描いたこの5本を今日は、僭越ですけれども私が、朗読をさせていただこうと思います。どうぞお楽しみください。ボッチャの大きなリンゴの木。僕はない。僕はこんにちは。待ちに待った夢のロードバイクの大会、選手たちがゴールを目指して思い思いに並んでいます。さあいよいよ始まります。位置について、よーいスタート。僕はボッチャ。僕は自転車が大好き。この大きな手で行きたい道を決めて、この大きな足で力強く踏み込む。自分の力でペダルを強く踏めば踏むだけ、強く強く前へ進むことができる。僕はもっともっと遠くへ走って行くんだ。さあ、選手たちがコーナーにやってきました。おっと、ここでボッチャがスピードを上げて、後ろから強引に前へ出てきました。ガッシャン！先生、あの子は、ボッチャは助かるんでしょうか。お母さん、落ち着いてください。手術は無事に終わりました。ただボッチャ君の手と足はもう動かないでしょう。この大きな手が動かない。この大きな足も動かない。僕はもう歩けない。何も感じない。ねえ神様、僕の足はありますか？ここは使えなくなった者たちが閉じ込められた小さな小さな箱。僕はこの大きな手が使えない。この大きな足も
買い物にならない大きな大きなガラクタ、何も感じない、何もかもなくなりました。次の日、ボッチャが目を覚ますと、近くに赤いリンゴが置いてありました。お母さんが泣いていました。お母さんの涙を見たボッチャは言いました。お母さん、ごめんね。僕は大丈夫だよ。ほら、これからもこの大きな目でお母さんの優しい顔が見られるよ。この大きな耳でお父さんの楽しい声が聞こえるよ。この大きな口で大好きなお母さんとお父さんとお話ができるよ。だから大丈夫だよ。笑おう。お母さんは少しだけ笑ってくれました。次の日、ボッチャが目を覚ますと、遠く離れた場所に赤いリンゴが置いてありました。誰？お母さん？あんなに遠くじゃ絶対に届かないよ。ボッチャは諦めて眠ってしまいました。また次の日、どこからか歌声が聞こえてきました。ピッピッピエロのファ、遠い空からやってきた。枯れたお花はゴミ箱に、陽気でよほどれみそら。ファーは歌いながら、ボッチャからもっと遠く離れた場所にリンゴを置いていきました。ファー、誰だろう。ボッチャはそう思いながらもリンゴに鼻を伸ばしました。えい！あんなに遠くじゃ届くわけないよ。またまた次の日、どこからかあの歌声が聞こえてきました。ピッピッピエロのファー、枯れたお花はゴミ箱に、使わないならゴミ箱に、陽気でようこどれみそら。ファーは歌いながら、ボッチャからもっともっと遠く離れた場所にリンゴを置いていきました。だからあんなに遠くじゃ届かないよ。そう思いながらも、ボッチャはリンゴに鼻を伸ばしました。えい！えい！
それからまた次の日もファーの歌声が聞こえてきました。ピッピッピエロのファー、枯れたお花はゴミ箱に、使わないならゴミ箱に、つかまないなら上の空、陽気で陽子、ドレミソラ。ファーは歌いながらも、ボッチャからもっともっともっと遠く離れた場所にリンゴを置いていきました。えいえいえい。そして次の日も次の日も、いつの間にかあの楽しい歌声が聞こえなくなった。その次の日も、ボッチャは遥か遠く離れた光の先へ、えいえいえい、つかめつかめつかめ、いけいけいけ、もう一歩先へ、もっと遠くへ、えい。僕は僕だ。僕はこの大きな手が使えない。この大きな足も使えない。それでも諦めない。僕だって、僕も、僕は生きる。ねえ、聞こえる？もう本当に大丈夫だよ。僕は自分の手で掴んで、自分の足で歩いていくよ。僕には明日がある。位置について、よーい、スタート。障害がある僕をいつも支えてくれているすべての皆様へ、今さまざまな困難を乗り越えようと戦っているすべての皆様へ敬意を込めて、そして僕の夢を今もどこかで見守り続けてくれている親愛なる父に捧ぐ、滝川英治。こんな後書きがあります。滝川英治さん、ご自分このように口でこの絵筆を加えてこの絵をお描きになり、この絵本をお作りになりました。ご縁があって今回読ませていただきました。ご興味のある方はぜひこの絵本をお手に取ってみてください。滝川さんがこれからも力強く前を向いて生きていかれることを記念して読ませていただきました。ゆきチャンネルはこんなこともできたらいいなと、これからもトライをしていこうと思っております。またいつかこの滝川さんご自身にこのゆきチャンネルに出ていただいて、日々の暮らし、自分の夢、こういう状況になられた今もお元気でお過ごしになられてるお姿を皆様にご紹介できたらと思っております。こんなゆきチャンネルいかがですか？ご興味があったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。